だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった。古の物語、国あるところに聖騎士あり、聖騎士あるところに国はあらず。しかして、この成り立ちは聖騎士から自由や正義を奪うものであったか。故に彼らは伝説なのだ。聖騎士を超えた聖騎士、これすなわち七つの大罪。店に入ってきて、いきなりぶっ倒れたんだ、お前。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探しているんです。七つの大罪を。先日、聖騎士たちのクーデターにより、王国は聖騎士で…マジかよ！彼らは戦を始める準備をしています。唯一、聖騎士たちを止める希望があるとすれば。村人から通告があった。七つの大罪とおぼしきサビの騎士を捕らえに来た。私はまだ捕まるわけには。あの女を捕らえろ。急ぎツイーゴ様に伝えろ。その本気出すか。さてさてさて、軽くぶっと腕はなまっちゃいねえだろうな。ちゃんと戦い方は覚えてるか。なんなら俺様が教えてやる。細けえことは気にすんな。ま、とりあえずやってみるか。の話の続きは？あんたも聞いたよね、あの話。騎士たちが手も足も出なかったそうだな。七つの大罪を追っているらしいぞ。
準備しとかねえと。二人の紋章は王家のものだ。エリザベス王国から捜索指令が出ております。お願い、あなただけでも逃げてください。名前も知らないあなたを巻き込みたく。メリオダス、それが俺の名前だ。メリオダス、あなたは…待て、いや、だとしたらなぜ俺が誰だか。まさ、貴様は七つの大罪、ドラゴン神、メリオダス。さーて、やりますか。俺様が相手してやるぜ。このツイーゴ様が相手をしてやろう。おい、メリオダス、さっきまでの雑魚と。やれやれ、仕方ねえな。おい、この俺の豚足を頼る協力が必要だったら。人間技じゃねえな。お助けください、聖騎士様。あいつを狙うぞ。エリザベス、残りの6人の件だけどさ、情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も一緒に行くだろ。はい。この出会いは偶然か必然か。まずこうして7つの大罪を探す。マスターの作った飯、今日はまずいなりに食えるな。
リザベス。豚の帽子邸にようこそ。今日から頼むぞ、看板娘。はい。ところで、仲間を探すのに何か当てはある？ない。頼りにならねえな。七つの大罪の噂を集めて探すしかないな。ま、そのためさ、準備ができたら開店だ。七つの大罪の噂でも聖騎士の居場所でもいい。とにかく客から直接関係なさそうな話でも何かの手がかりになる。何はともあれだ、気楽にやってくれ。はい、気楽に行きます。準備はできてるな。お使いなら任せてください。マスターの作った飯、噂だよ。今日はマズエなりに食えるな。何でもバーニャの村で大変な事件が起きてるらしい。よっしゃ、確かめてやら。お疲れさん。今日取ってきてもらったものはマジックアイテムを作る。マジックアイテム？魔力を高めたり攻撃を防いだりする特殊な能力を持って、これからの旅用心をしておくに越したことはとにかくだ。店の客からもいいぞ。そん時はまた頼むぜ、エリザベス。
準備はいいですか？様の怒りを買ってしまうとな。魔力を帯びた剣が村の水面を封じてしまったんじゃ。剣を引き抜けるとしたら、そいつは困るもん。メリオデス様よっ。バカな、聖騎士様にしか抜けない剣を。あ、水だ。地下水源が復活したぞ。これが豚の帽子でメリオダス、あんたはバーニャの恩人だ。さて、問題も解決したし、しばらくは。ここが噂の場所だな。準備はいいですか？結構なことじゃねえか。みんな俺の料理に満足してる。てめえのクソまず飯にみんなありえないこと起こるわけねえだろが。ホークちゃん、ちょっと抑えて。大体あれだ、俺に食わせる飯だってもっとうまいもんよこしやがっ。そりゃ無理だ、俺の飯がうまくなることはない。もしかして喧嘩売ってんのか、豚野郎。味が最悪だっていいからよ、飯の量増やしてくれ。俺様が相手してやるぜ。さーて、やりますか。おりゃ、おりゃ、えなんだ、おりゃ甘いよ。残飯一つでそこまでムキになるなよ。なに？メリオダス、てめえ今残飯を笑う者は残飯。聞いたこともねえよ。
これからの旅でブリタニア中の残飯を。イオネスから離れたこの辺りじゃ盗賊まがいの騎士もいるそうだ。さあさあ、私のおごりだ。聖騎士でも白い目の森だけは歌いそうだとさ。どうしたって嫌がるんだ。どうしたエリザベス。聖騎士の居場所がつかめると思って聞いたら、森の花の居場所どころか聖騎士さえ寄りつかないの。行こう。あら、行くってこと。ああ、仲間探し。準備はいいですか。白夢の森は両…つまり…もたもたしてねえで行くぞ。慌てるなよ。誰が神経質な小豚…俺がいっぱい…なんほっ、メリオダス、何言ってる偽物。うるせえ豚。豚って言うな豚。よ…容赦ねえ…森の怪物の正体、いたずら小鬼のハイド&シーク。帰れ人間、森から出て行け。そろそろ本気出すか。とっとと片付けるぜ。
様。聖騎士だと。違うんです、私たちは聖騎士ではなく、メリオダスを空気か。メリオダス様を離して。メリオダス、ようディアンヌ、10年ぶり。エリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために俺たちを探して。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃって、ごめんな。このサーペントシンのディアンヌ、力を貸すよ。よかった、これでやっと。お前らも苦労してきた。ヘインズあたりじゃ畑今の腐り切った聖騎士の雷を。よっしゃ、確かめてやら。これからよろしくな。頼りにしてよね。金だ。ようやく会えたな、七つの大罪。ギル・サンダー？ギル・サンダー、どうしてあなたが。ギル・サンダー、どっかで来た。お前ギルボーか。王宮にいた頃何度か稽古つけてやったこと。大きくなったな。遠い昔の話だ。今の私は七つの大罪の誰よりも強い。七つの大罪、ドラゴンシンの他のどうなっているのかだけでいいだろう、教えてやる。残る5人のうち3人の消息は、強欲の罪、フォックスシンの怠惰の罪、グリズリーシンはすでに。サンキューギルボー。どお酒。さーて、やりますか。さあ、始めようか。
またな。メリオダス様。おう、大したことねって。あんまり団長にベタベタしない。最近森のモンスターが村にまでやってきていたずらをする。そういえば腕に覚えのありそうなやつ。なんでしょう。フォックスシン、バンワカ、グリズリーシン、キ、よし、決めた。まずはバンを拾い。あー、バステ監獄に近いから。よし、気を。子供が、あ、七つの大罪を語る奴らだ。本物だっつーな。偽物はみんなそう言うんだよ。こんなの楽勝だよ。そろそろ本気出すか。目標確認。行かせる。やつに行こうぜ。いたずらをするみたいなんだよ。いやだね。